A クラス、A クラス、A クラスは2003年、平成15年から2017年、平成29年まで存在した東京オートサロンのイメージがあるユニットの名称である。これ以前にもオートサロンのイメージがある自体は存在しており、2001年は SP サラダという10人組のユニットが活動し、2002年には当時の人気レースクイーンだった須藤博子と 中野博美が明治ガールを務めていた。そして2003年より公募で決定した A クラスという名称が付けられ、以後数々の人気タレントを輩出してきた。契約期間は毎年夏頃に行われるオーディション合格後から翌年に開催されるオーサロン本番までである。日本のレコード会社 ABEX の公演により、開催前に発売される公認 CD アルバム、 東京オートセロンプレゼンツエボリューションシリーズにオリジナルソングが制作、収録されていた。またオートサロン内で実施されるカスタムカーコンテスト表彰式のアシスタントも行う。以前は三映書房からオリジナル写真集が制作、発売されていたが、2010年を最後に制作されていない。グループ数は基本的に4人編成だが、 年によって6から8人に増員されることもあった。また、プラチナムプロダクション所属者が多くの都市で選ばれているのもユニットの特徴だったが、2015年を最後に途絶えている。2008年以降、2年連続でイメージガールを務める者が目立つが、3年以上務めた者は今まで一人もいない。2018年より ABEX が協賛から撤退。 並びにイメージがある事態が存在しなくなったため、15年で60人のメンバーを輩出してきた A クラスはその歴史に幕を閉じることになった。曲名、秘密のキス、インザネームオブラブ。応募総数370名の中から選ばれた初代メンバー。メンバー全員が1970年代生まれとなった唯一の年である。曲名、マイオンリースター。 2003年8月10日に、腰越,越海水浴場、神奈川県鎌倉市で行われた、海の家、ボビー、S ハウスにおいて、メンバー4人が発表された。曲名、LETME Love You、e。この年から、オフィシャル CD、東京オートセロンプレゼンツエボリューションシリーズがスタート。またオートサロンのロゴが変更された年でもある、オートサロン、オートセロン。曲名、 シャイニングスター。この年から A クラスのロゴが現在のもの A クラス A クラスに変更。また、オリジナル写真集がこの年から発売されているほか、DVD、シャイニングスター、A クラスザムービー、2006年1月11日も発売された。札幌オートサロンでは内ちだが体調不良で欠席した。曲名、レインボー。 初の8人編成となったこの年は、ブルーの衣装を着たエンタメチームと赤い衣装のビジュアルチームに分割され、エンタメチームが楽曲を歌うという編成だった。さらにオフィシャル CD、エボリューションにイメージ DVD が付属。札幌オートサロンはこの年が最後となった。曲名、Don't Make Me Cry、前年同様の8人編成だったが、 ビジュアルチームとエンタメチームへの分割はなかった。当時スタイルコーポレーションに所属していた、レースクイーン、黒沢、三内が選ばれた、唯一の年。曲名、オープンユア・アイズ、王や、稲垣が2年連続となったこの年は2005年メンバーの、近毛が、楽曲の作詞に携わっている。福岡オートサロンはこの年が最後となった。曲名、get ready, baby。 ゲットマイファイアと似て、平成生まれが初めて選ばれたこの年は、2009年のスーパー GT イメージガールユニットエンジェリックとのコラボソング、ベビー、ゲットマイファイアと似ても制作され、A クラス史上初めて持ち歌が2曲となった。曲名、エターナルジャーニー、この年より2月に福岡ドームで開催される、福岡カスタムカーショーにもゲスト出演するようになった。 2006年以来続いていた写真集の発売がこの年以降行われていない。曲名、自分を好きでいられるように、アイなダンス、通算10代目となる2012年は2月の福岡カスタムカーショーのほか、6月にはバンコクインターナショナルオートサロン、7月には札幌カスタムカーショーにも出演した。なお、この年より公認 CD アルバムが 会場限定の発売となっている。曲名、マイリフレクション、ゴーレディーゴー。2009年以来4年ぶりに昭和生まれに統一されたが、メンバー全員が昭和生まれなのはこの年が最後となっている。当野は北海道出身者としては8年ぶりの A、クラスメンバーとなった。曲名、ジュンピン、サムワンオーバーザレインボー。初めてメンバー全員が、 平成生まれに統一。前田マーサの実妹である、前田優も選ばれており、姉妹揃っての A クラス歴任となった。2年連続で出演した、バンコクのオートサロンが、大群時空デターの影響で開催されなかった。曲名、アスエンアクセス、プラチナムプロダクション所属者4人で構成。A クラス史上初めて同一事務所所属者のみで、統一されたこともあり。 オートサロンや福岡カスタムカーショー以外でのライブ活動も見られた夏季ショー。この年は4年ぶりにオリジナル曲が1曲のみに戻った。前年開催されなかったバンコクインターナショナルオートサロンはこの年の6月24日から28日に開催されたが A クラスの出演はなかった。曲名レッド S ゲット A パーティータイム ジュンピン -2016 バージョンマイナス。-2015 年8月21日未明放送のサマーガールズ・イン・ナナ・ナ・ビーチテレビ東京にてメンバー4人が発表8月発表となったのは2010年度以来6年ぶりこの年はオートサロンのロゴが11年ぶりにリニューアルされたほか2014年度の楽曲ジュンピンがセルフカバーされている曲名 エンジョイラブハッピータイム、純品マイナス二千十七バージョンマイナス。通算十五代目となったこの年は、オートサロンの公式イメージガールを務めるハ瀬セ、アライ同サロンで、エーベックスのイメージガールを務める日の時寄せという構成。二千十六年十月二日のギャルパラ秋祭りで、イメージガール二名が発表され、同年十二月十七日の日本レースクイーン大賞二千十六 ファイナリスト政権放送において、追加メンバーが日野と清瀬であると発表された。早瀬はイスマイル所属者としては、桃原美奈以来4年ぶり、荒井は群馬県出身者としては、米山理恵子以来14年ぶりの A、クラスメンバーとなった。この年は1月28日から1月29日に、沖縄カスタムカーショーが開催されており、A クラスも出演していたが、 同年3月に開催された福岡カスタムカーショーには出演しなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。